小泉進次郎環境大臣が東京お台場の児童館を訪れた映像です子どもたちに向けて訴えたのは強い毒を持つヒアリについてでした今政府はこのヒアリの国内定着を防げるか瀬戸際を迎えています先週の金曜日女王アリが総計で50個体以上発見されたことから 仮に日本に定着した場合には社会的にも大きな影響が生じる恐れがあります台風被害や天皇陛下の即位に伴う行事などが話題となる中その裏で政府がヒアりへの対応を迫られていました東京・安岐等において50個体以上の女王アリが発見されるなどこれまでの事例とは次元の異なる事態の発生が確認をされました 政府が警戒を強めるヒアリとはどんななアアリリのでしょうかアリに詳しい専門家は攻撃性が強いんですねお尻に強い毒針を持っていて巣に近づくものには一斉に働きアリが襲いかかってそのブスブスとこうお尻の針,針で毒を差し込むという性質があると人によってはそういった非常に強い症状が出てしまって要は呼吸困難に陥って死に至るケースがあると。 2017年に国内で初めて見つかったヒアリもともと南米に生息するアリですが海外から輸送されるコンテナに紛れ込むなどしてその後も全国で確認されていますしかし今回50匹以上の女王アリが発見されたことで定着の危険性が強く懸念されています お台場の海浜公園に来ていますここからヒアリの発見現場までおよそ2キロほど離れているんですがこちらにもヒアリへの注意を呼びかけるポスターが貼られています 2>, 2キロぐらいですかで、だいぶ近いですねやばいですね犬とかねだって、ね、やられちゃったわけねうん鼻先でやられそうだもんねな、うん何でも匂い嗅ぐか,かうん政府はこれまでヒアリを確認した場所から 半径2キロを調査対象範囲としてきましたが、今回は次元の異なる事態だとして調査対象範囲を拡大しました。その理由がこの羽です。羽りが飛び散っていったとすると、どこかその都内に都内もしくは都内よりさらに遠いところで、えー、うまい具合に映像を始めていて、そのしかも少数の間は地下でこう活動しますから。 最悪のリスクシナリオにも想定しながら基づいて調査を進めていくということが大事です環境省は近隣の住民にポスターで注意喚起に取り組むとともに情報提供を呼びかけています。今後 ヒアリは日本に定着してししてまうのでしょうか。一旦こういうものがはびこって、潜伏してもどんどん広がってしまうと、全部抑えるということが非常に大きなお金と労力が必要となってきますので、まあそうならないうちように、侵、え、入、ー、初期に早期発見、早期防止をするということが一番大事なポイントになってきます。 はいはい、そしてこちらがアメリカの現状が被害と対策費1兆円以上ということを考えると、うん、日本でも最悪の場合2000億から3000億ぐらいの影響になってしまうのではないかということです,いいとですもう次元が違うということですから本当に注意しないといけないですね。はい